DAG17V DA17V と同じです。エブリスクラム、今回ね、ウインカーね、もうこういう感じになったらね、ウインカー球に切れてます。じゃあ交換していきます。なんかね、玉がね割れてるような感じです。ちょっとね、もう下まで行ってるのでね、もうこのままね、玉だけ放り込みます。で、カバーね、横着しようか、この3つ外そうか、ちょっと横着でね、この3つ外したとこからいきます。3本ね外しました。よし、これはちょっとね、なかなか難しいですね。よいしょ、これバンパーをね外さないとね、上っ側なのでね、ちょっとね無理やりいけるかやってみます。硬いです。でもちょっとね手が入るのでね、なんかプライヤーで回すかね、ちょっとやってみます。ピン抜きでね、回転させたらね、外れました。ちょっとね、配線抜きます。よし、やっぱりね、割れてます。オレンジ球はね、ちょっとオフセットが違うのでね、入る方向ね決まってます。よし、よし、よし、なかなかね入れるの大変です。バンパー外した方が早いかもからね。で、ここを外してちょっと引っ張ってね、ここのプラスを外した方が早いかもからですね。ちょっとね、なんとかね入れてみます。
入れる位置がね、カップラーねめちゃくちゃ下向きですね。やっぱり手で回さないとダメですね。ちょっとね、よいしょよいしょ、ちょっとね、ダメだね。ここピン抜いてちょっとね、ブラッとサッシャドからいきます。でちょっと動くのでね、これでプラスね外していきます。テールはね、上差し込みなので、これを押すと外れます。よいしょ。で、押したとこから行くとね、カップラーはね、抜かなダメです。これもね、抜けましたね。カップラー抜いて、バチッとね、上、外したとこから行きます。で上はね、ほんまにキュッとやったら、ね、外れるんで、これで OK です。端っこはね、グッと刺さってるだけで、こんな感じです。これを外した方が早かったです。ちょっとね、カス取れるだけ取ってみます。でね、入らない原因分かりました。割れてます。はい、ちょっとね、ボンドでね、軽く止めます。で、ちょっとね、もう、こいつを、そのまま入れて、引っ掛けてね、こいつ引っ張ってね、固定しますね。そのままつけます。ちょっとつけたとこからいきます。で無理やりねつけてたのでね、もうここも割れてるしね、で変形してます。これでねグッと引っ張ってね、多分つくはずです。で差し込みこれですね、これはね外した方がいいです。これ、ね、割れてなかったらね、ひょっとしたらついてたかもわからないですがね、まあ、こんなちょっとね、横着で外せるのでね、外した方がいいです。つけるのは、さっきね、こっちが差し込んで、配線をね、先に出しとかなダメです。で、上をパチンです。まあね、ちょっと、カップラー抜いてるのでね、よっしゃ。OK です。あとはね、ちょっと逆再生なのでね、まあ取り付けたとこからいきます。で組み付けね終わりました。でこのピンもね、結構引っ張って入れないとね、結構ね苦労しました。今回ねウインカー球、まあテール脱着になりましたけど、これはね下っ側を外してテールを外した方がね、めちゃくちゃ簡単だと思います。ウインカーの場合はね、テールを外してください。で、まあテールを外したことによってね、割れてるのもね確認できました。まあ、割れてなかったらひょっとしたら入るかもわからないですけどね。他にもね、いろいろ動画出してますので見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。